こんにちは。今回は椅子から立ち上がるときにお尻、座り方がすごく大事ですよっていう話をしていきます。それでは本編です。この動画では左足を麻痺側としてご説明します。さて今回は立ち上がるときにですね、なかなか麻痺側なしに体重が乗せられない、ついついいい方にグッと体重が偏ってしまう、そのような方に向けた動画になります。よく立つときに麻痺側なしにももっと体重乗せてねって言われる方多いかもしれませんね。ですが乗せようと思ってもなかなか乗せられないというのがこの麻痺側なんです。ではこのような時に考えなきゃいけないこと何かというと、まずはお尻なんですよ。横から見た時に立ち上がる姿勢っていうのはこの座った姿勢から前かがみになってこういう立ち上がり動きになるわけですね。なので初めの出発点っていうのはお尻なんですよ。これがですね、いい方のお尻に体重が偏っている、このような状態では立つ時も必ずいい方に行っちゃうんです。なのでまずは麻痺側のお尻も体重が感じられるかどうか確認しましょう。座った姿勢で左右に体重移動をお願いします。でこの時にそこそこ麻痺側のお尻にもしっかり乗ってるよとか、いい方と同じぐらい乗ってるよっていう方はですね、さらに確認していただきたいのがお尻の体重が乗る広さがどうかです。皆さんが左右のお尻に体重が乗ってるのかをチェックするときって乗ってる量ですね、乗ってる量がどうかっていうところに着目している方が多いです。でもそれだけじゃなくてお尻の広さ、お尻全体にまんべんなくしっかり体重が感じられているかどうかを確認してみてください。意外とこれ麻痺側のお尻の方は狭い範囲でしか体重乗ってないという方多いです。それに対していい方のお尻はお尻全体に広くベターっと感じられていることが多いですね。このベターっとした広さがあるから安定感があるわけです。なのでいい方のお尻の広さをお手本にして麻痺側のお尻もベターっと広く乗ってるかな、感じられるかなって意識しながら体重移動しましょう。こうすることによってほんの少しでも麻痺側のお尻少し広さが出てきたら大成功です。その状態からしっかりと前かがみすることによって足に体重移動がしやすくなってきます。このように立ち上がりというのはただ麻痺側のお尻に体重を乗せるだけじゃなくて、こういう細かなところをしっかりと練習していく必要があるので、ぜひ参考にしてみてください。リハビリを頑張りたいけれど体の変化が実感できない人へ向けた朗報です。変化が実感しやすい自主練が自宅でできる一人でリハを今なら無料で体験できます。詳しくは概要欄をご覧ください。頑張っても成果が出ないのは頑張り方を間違えているから、正しいリハビリで成果を実感しませんか？